間違いないな。ここは第13階層都市カグツチだ。それも死神が支部を襲撃する前の、何もかもがあの時と同じ姿をしている。いや、何もかもというわけではないか。ジンさん、大丈夫ですか？問題ない。貴様こそ支障なく意識を保っているようだな、トリニティ・グラスフィール。はい、これもジンさんの力のおかげです。ジンさんが意識と記憶を乱されることなく保っていてくださるから。僕の力ではない、秩序の力のおかげだろう。それはつまりジンさんのおかげということだと思うのですけれど。貴様の思考などどうでもいい。それよりこれは一体どういうことだ？すみません、私にもはっきりとは分からなくて、ただとても不安定な場所であると感じます。だろうな。でなければ僕と貴様の記憶が揃ってどうにかなったかだ。僕たちはさっきまで闇子の支部にいたはずなんだからな。僕に頼みだと？はい、これはあなたにしか頼めない、あなたにしか成し得ないことなのです。お願いします。前置きはいい、聞くだけ聞いてやる。はい、あなたにルナとセナとプラチナと接触してほしいのです。貴様が寄生しているあの奇怪な子供か。なぜだ？私の目的は結城テルミを倒すことです。そのためにあの子たちを十兵衛さんのもとへ連れて行かなければなりません。今結城テルミは器と分断された状態にあります。今なら彼を、彼の魂に直接攻撃ができます。そのためにプラチナと十兵衛さんの力が必要なのです。ですが今の私は器を傷つけるのが精一杯でした。力はすっかり弱まってしまって、自力で無調理に戻ることもできません。戻れたとしてもルナとセナに語りかける力はありません。でもあなたと一緒なら秩序の力を借りることができれば。無調理に戻ることも、あの子供と話すことも、十兵衛のもとへ導くこともできる。はい、どうかお願いできないでしょうか。一つ問うが、なぜ僕に頼む？あなたが力ある方だからです。それにあなたならきっと手伝ってくれると思ったから。残念だが、力があったとしても今の僕は見ればわかるだろうが、貴様の願いを叶えてやるにはまず動き回れる体が必要不可欠だ。今の僕はベッドから起き上がることも満足にできない。そんな僕に子供探しを手伝えだと？馬鹿にしているのか。あなたは力ある人、そして強い人、
手伝っていただけるのなら、動き戦える体を私が錬成します。錬成？はい。ですが今の私に作れるのは一時的なものです。その体がいつまで持つかは分かりませんし、制限時間が来た時、あなたは元通りの体を手にすることはできない。これまでのように剣を振るい、術式を使い、戦えるような体には戻れない。あ、すみません。こんな釣り合いの取れない条件では。今すぐに動けるようになるんだな。今すぐ動けるようになるのかと聞いている。貴様との取引に応じれば、僕はすぐにでも全力で戦えるのか？はい、錬成には1時間もかかりません。ならばさっさとやれ。いいのですか？私が作った体が限界を迎えたら、あなたは。ご託はいい。それに今戦えない体に意味などない。約束は果たす。だから僕に体をよこせ。ありがとうございます。とにかくあの子供を探さねばならないな。居場所の心当たりはあるのか？いいえ、前にあの子たちがこの都市へ来た時はあちこち歩き回っていましたし。役に立たない案内人だな。すみません。でも急いで見つけないとまずいかもしれません。どういうことだ？あの子たちは本来とても不安定な存在なんです。こんな場そのものが不安定なところに長くいれば、影響を受けて存在そのものが消えてしまうかも。探し人が消えてしまったら取引は不成立だな。あの、当てはないが急げと言いたいんだろう。まったく、六英雄というのはどいつもこいつも無茶を言う。すみません。ああ、死神の目撃情報、確かこの辺りだったはずだけど。ダメ、やっぱりもう見当たらないか。食い逃げの通報があった繁華街でも情報は得られなかったし。如月隊員も家具土にいるって話だったけど。本当に私に見つけられるのかな？弱音ばかり吐いてちゃダメだよね。誠たちだって条件は同じなんだから。私も頑張らなくちゃ。あれ？あの人。そこの者、止まりなさい。ち。やはり部外者ですね。現在この区域は、レベル D 警戒態勢が発令中です。場合によっては、あなたを拘束す。くそ、避けられたか。どんくさそうな奴だと思ったが、その物言い。さてはお前、図書館だな。そういうあなたは戸が多い。まさか滝官の傭兵？
沈黙は肯定と受け取ります。答えなさい。多機関介入禁止のこの状況下で家具土に潜入した目的は何ですか？それをお前に話す理由はない。だが仲間を呼ばれると面倒だな。少しの間黙っていてもらおうか。仕方ありません。強制執行します。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. これで締めます。これで締めます。飛べ。リボルバーブラスト。当て。当て。リボルバーブラスト。当て。これが救出です。甘く見すぎたか。相手を見た目で判断するとは。私もまだまだ半人前だな。さあおとなしくしてください。これよりあなたを拘束させてもらいます。引け、バレット。しかし隊長、このまま引き下がっては敵の応援が。いいから引くんだ。状況が変わった。一度体勢を立て直す。上からの命令だ。今図書館とはことを構えるな。了解しました。今のはまさか第七機関の赤鬼？うん、とにかく六月大佐に報告を。つながらない。どうして？通信なら無駄ですよ。誰？おっと、そう身構えないでください。味方同士で戦うなんて私ごめんですよ。味方？あなたは？これは失礼しました。第四師団のノエル・バーミリオン少尉ですね。私は諜報部の狭間と申します。以後お見知りおきを。諜報部？どうして諜報部がこの家具土に？くれぐれも言葉遣いにはご注意ください。私これでも一応あなたより2階級上ですから。失礼しました。狭間隊員、あの先ほど通信が無駄と言っていたのはどういうことでしょうか？ええ、どうやら家具土一帯の通信が何者かに妨害されているようでして、実は私も本部と連絡が取れず困っていたところなんです。家具土一帯の通信が妨害？そのようなことが可能なのでしょうか？ええ、可能だと思いますよ。かの有名な第七機関の九重ならば。第七機関？じゃあやっぱりさっきのは。大変、なんとか六月大佐にも事態を伝えなきゃ。
私もそうしたいのですが、この状況ではなかなか。せっかく死神の居所が分かったというのに、本部に連絡ができないのではどうしようもない。死神の居場所が？実は私も死神の捜索に夢中なんです。おお、でしたらちょうどよかった。私は一度カグチ氏の支部に報告してきます。あなたはこのまま死神を追い、監視をお願いできますか。目標はこのカグチ氏の最下層、カカ族の村にいるそうです。カカ族？第七機関が介入してきたとなれば、事態は急を要します。あなたの責任も重大です。頼みましたよ、ノエルバーミリオン少尉。はっ、お任せください、大尉。はい、お任せしました。それでは。カカ族、どこかで聞いたような気がするけど、なんだっけ。そこに死神がいる。とにかく行ってみよう。とりあえずこれでいいですか、テルミさん。ああ、上出来だろ。しかしまた最初からやり直しとはな。ちっ、くそめんどくせえことになりやがったぜ。ご苦労。誰にも見られてねえだろうな。そんなヘマしませんって。第四師団に出向中といっても、私は諜報部ですよ。そうかよ。それで例の設置は済んだのか。ええ、そりゃもうバッチリ。でも何のための妨害なんですか。お前の上司の狭間が動いてやがる。本部の指示なのか独断なのかはわからねえが、死神を向こうに渡すわけにはいかねえ。そのための妨害だ。狭間隊員が？なるほど。じゃあ作戦の変更はなしですよね。ああ、当初の予定通り、お前はあちらさんと合流してくれ。合言葉はヌーだ。いいか、間違えるなよ。メーでもノーでもない、合言葉はヌーだぞ。もう分かってますって。そんなの間違わないよ。簡単簡単。簡単だといいけどね。まあ、ぐにゃ。もっと遊んで遊んで。足りにゃいにゃ。にゃーにゃー。まだ遊び足りねえのかよ。お前らのその体力マジかよ。ちょっとは休憩させてくれって。つまんにゃいな。ケチだにゃ。ひどいにゃ。容赦ねえなお前ら。にゃーす。チビたちは普段タオと一緒に遊んでるにゃ。これぐらいじゃ全然物足りないにゃすよ。いつもはあと3倍は遊ぶにゃす。仕方ないにゃ。遊んで。ライチ。いいわよ。何して遊ぼうかしら。
何か思い出したようですかにゃ、お客人。いや、ただあいつらを見てると以前にもこういうことがあったような気がしてな。いつだかわからねえが、多分ずっと昔だ。ふむ、何かのきっかけになればよいのじゃが、まずはゆっくり休まれるのがよかろう。ゆっくり休みたいのは山々だけどよ、そう思うならあいつらを何とかしてくれよ。時にお客人、その右腕じゃが。大変でござる、大変でござるよ。あ、この声はむさい人にゃ。大変でござるよ。おおっさん、いきなり入ってくるんじゃねえよ。バンゴさん。バンゴだ。バンゴ、おお、お主ら今日も元気が良いでござるな。よし、では古い遊びでだるまさんが転んだを。おい、なんか大変なんじゃなかったのかよ。おお、そうでござった。すまぬ、お主ら遊ぶのはまた後ほどにするでござる。つまんにゃいにゃ。バングさん、何があったの？実は拙者、図書館の動向を探るため上層へと向かったのだが、その途中で怪しい米子を発見したのでござるよ。怪しい女？うん、やけに周囲を警戒しておるし、これはもしや統制機構が死神を捜索しに来たのではないかと思ってな。拙者、その者の後を尾行してみたのでござる。へえ、さすが忍者だな。すると驚いたことに、尾行をしていたはずが、気づけば一直線にこの村に到着してしまったのでござるよ。俺はもう死神を探している英士に間違いはござらんと、そう確信し、この件を伝えねばと思い飛んできたのでござる。え、その英士さんを尾行していたらここに到着したということ？なあおっさん、その英士ってやつは今どこにいるんだ？ん？村の入り口付近で様子を伺っているでござる。ブラちゃん、それを早く言えよ。大変、どうしましょう。大変にゃ。記憶も全然戻ってねえし、俺はまだ捕まりたくねえぞ。おいタオ、この村に抜け道とかないのかよ。うん、裏に下水道があるにはあるにゃすが、とても危険な道にゃ。おすすめはできないにゃすよ。死神をかくまっていると思われては、ライチ殿に危害が及ぶ可能性も。いたしかたない。ここは一つ拙者が行って追い返してくるでござるよ。うまくごまかしてみせるでござる。あんたすげえ口下手そうなんだけど、本当に大丈夫か？なはは、何を言う。忍びたる者、心理戦もお手の物でござる。大船に乗ったつもりで任されよ。待って、バングさん、ここは私が行くわ。な、しかしライチ殿、図書館にいらぬ目をつけられでもしたら。大丈夫よ、エースさんの中には私の患者さんもいるもの。単なる町医者だということは誰かが証明してくれるわ。大丈夫、捕まったりはしないわよ。死神さん、あなたもここで待ってて。必ず私が英士さんを追い返してみせるから。ああ、
それじゃ行ってくるわね。ライチ殿に危険な役目を任せてしまうとは、なんと頼りない。このシシガミバング一生の不覚。父の人、図書館に捕まっちゃうにゃすか。安心せえタオ、ライチは頭の良い人間じゃ。あやつならうまく切り抜けよう。そうでござるよ。ライチ殿の頭の良さは拙者の数倍、いや数百倍。兵士の一人や二人どうとでもなるでござる。のう死神殿、何も心配することは。ん？にゃいい人。おかしいでござるな。あの者が伊豆子に行ったのでござるか。何も動きはなしか。本当にここに死神がいるのかな。でも情報部の情報が間違ってるなんて考えにくいし。ああもう、せめて通信機さえ普通に使えたら応援を要請できるのに。はあ、できないことを嘆いても仕方ないよね。今の私にできることは、死神を監視すること。そのためにも、早く死神を見つけないと。そのうちきっと、狭間大尉が応援を連れてきてくれる。それまで誰にも見つからないように頑張らなきゃ。あなた、この村に何か用かしら。え？さっきからずっと村の中を覗いていたから、とっても目立っているというか、怪しいわよ。あ、怪しいものではありません。早速見つかるなんて、私やっぱり才能ないのかな。え？才能？はあ、いやいや、こっちの話です。そんなことより、私は統制機構第四師団所属、ノエル・バーミリオン少尉です。この村で不審人物の目撃情報が寄せられました。申し訳ありませんが、ご協力ください。少尉さん、何かの間違いじゃないかしら。私は町医者をしていて、毎日検診でこの村に来ているけど、不審人物なんて一人も。一人も見ていないわ。それにそんな話、患者さんたちからも聞いたことがないわよ。本当ですか？今の間が気になりますが。では、この者に見覚えは？あら、この人は確か、死神ね。凶悪犯だし、私の診療所でも有名人だわ。でも、申し訳ないけど、私は見てないわね。この人、手配書を見ても表情一つ変えない。本当に知らないみたい。やっぱり情報部の間違いだったんじゃ。わかりました。ですが一応村の中を確認させてもらいます。案内をお願いできますか？ええ、
それはもちろん構わないけど。ライチドロー！ライチドロー！バングさん？大変でござる！死神が逃げたでござるよ、ライチドロー！死神？やっぱりこの村にいたんですね！ライチドロー！死神が！バングさん。いや、待つでござる。今のはなしで、そう、死神と言ったのでござるよ、拙者は。ははは、あれはものすごい尻でござったな、ノーライチ殿。もう、くだらないこと言ってないで、彼はどこに行ったの。それがでござるな。気がつけば消えておったゆえ。だが、おそらくは村の裏側にある排水処理施設に向かったと思われるのでござるよ。村の裏側ね。ありがとう、バングさん。待ちなさい！死神のことを！いかん！図書館がライチだろ！ライチだろ！今拙者が行くでござるよ。くそ、完全に迷っちまったか。やっぱタオのやつを道案内に連れてくるべきだったか。いや、あいつを連れてると騒がしくてすぐに見つかっちまうか。騒がしいか。しかし賑やかな場所だったな。ちびかかどもに飛びつかれた時のあの感覚、ありゃ結局一体何だったんだ。くそ、何だってんだよ。俺は一体何を忘れているんだ。この気配、なんだ？何かが近づいて、いや、何かが近くに嫌がる。ん？右腕が？くそ、どうなってんだこりゃ。見つけた！見つけの青かけらだ！誰だ？どこに嫌がる？なんだこの化け物は。生きてんのか。青、その青かけらをよこせ。ちぇ、この化け物が。青、弱い。我、本物だ。くそ、まるで手応えがねえ。どうなってる。くそ、まただ。この右腕が何なんだよ一体。この反応、青感じるぞ。強い青感じる。ああ、てめえどこ見てやがる。おい、俺はこっちだぞ。強い青、こっちが本当の青か。逃げたのか。だけどまだだ。うずきが収まらねえ。この先に何かがあるっていうのかよ。くそ、わけがわからねえぞ。女の声、あっちか。間違いない。貴様、青、真の青持っている。
その青、絵によこせ。青は全てはのもの、そっつを食わせろ。下がりなさい。それ以上近づくと撃ちますよ。青どこかーくエミーまで持っていとはよこせ。すべてはいくわせろ。仕方ありません。ベルベル君、あこれだろ。ようやく食えんぞ。うまそうな匂いだ。あんた、大丈夫か？大丈夫です。それよりも気をつけてください。攻撃を与えても手応えがありませんし、会話も通じないようです。見りゃわかるわ。だが、ダメージは与えられてるみてえだぜ。感じ、この青は。たく、逃げたと思えば女に手を出しやがって。おいてめえ、今度は逃げんじゃねえぞ。おいあんた、邪魔だから下がってろ。私も戦います。おい。全然ダメじゃねえか、このバカが。くそ、おい、死んでねえだろうな。一応無事みてえだな。混ざり合う。どっち青だ。もう両方か。さてと、さっきの攻撃は手応えがあった。どういうことだ、この右腕のうずきと何か関係があるのか。ま、なことはどっちでもいいか。それに襲ってきたのはそっちだ。ほら、かかってきやがれ、このコールタール野郎が。The wheel of fate is turning. Rebel, one, action. このキル。これはもう人生のディバイダー。価値はない。ヘッドスパイク。価値はない。価値はない。価値はない。決まりだ。価値はない。これはこのバカが。そこだろ。やるじゃねえ。トロキル。やるじゃねえ。トロキル。そこだろ。うぜ。やるじゃねえ。まっ、鈴子。
手こずらせやがって。しかし一体何なんだこいつは。逃がすかよ。待って、な、邪魔だ、どけ。お願い、彼を殺さないで。あ、彼だと。ち、あんたやっぱり何か知ってるな。青、必ず、青、必ず。また来る気満々じゃねえか。おい、あんた、あの黒いの知ってるのか。ええ。たぐ、なるほどな。俺に力を貸してくれたのはこれが目的か。訳を話せ、包み隠さず、全部だ。あの黒いのの次はあんたが相手か。ごめんなさい。青の魔導書があれば彼、アラクネは必ずそれを狙って現れると思ったの。アラクネ？それがあの黒いのの名前か。それにまた青の魔導書かよ。そりゃ一体何なんだ。言っとくが俺は本なんか持ってねえぞ。やっぱり気づいてないのね。あ？その右腕、それが青の魔導書よ。俺の右手が？は？何言ってんだあんた。あなたがなぜそれを、青の魔導書を持っているのかは知らないわ。だけど紛れもなく本物よ、多分ね。本物とか多分とかどっちだよ。あなたがバングさんに運ばれてきた時重傷だったわ。腹部に開いた穴は内臓もえぐっていて、普通だったら確実に助からない。だけどその傷が私の目の前でみるみるうちに修復していった。その時青を感じたわ。私にもわかるほどのね。普通の魔導書でこれほど青を感じさせるものなんて見たことがないのよ。だからなあ、根本的なことを聞いていいか。何かしら。青の魔導書ってなんだ。ブレイブルーとも呼ばれ、この世界で唯一直接青と接続できる最強で最悪の魔導書と聞いているわ。最悪ね。で、その青って何なのよ。詳しくはわからないのだけど。なんだよ、わからねえのかよ。だって神の力と言って信じる？マジかよ。とにかく黙っていたことは謝るわ。本当にごめんなさい。だけど彼を元に戻すのはあなたのその青の魔導書が必要なの。お願い、私に力を貸して。お願い。け、知るかよ。自分のことさえ何もわからねえのに、青やら魔導書やら手配書やら他人のことにまで首を突っ込んでいられるかよ。なら私もあなたに協力するから。俺を助けてくれた礼は言う。隠してたことも別にいい。だけど悪いが、そっから先は自分でやってくれ。あなた記憶がないのよね。私なら力になれるわ。だからそれでまた餌になれってか。信用できるかよ。おっと、そうだ、こいつのことを忘れてた。
ジョイさん、話は後だ。おい、あんた、大丈夫か？彼女。知ってるのか？あなたを追っている統制機構の衛士よ。目を覚ましたら、きっとあなたを拘束しようとするわ。先に手を打たないと。おいおい、あんた医者だろ。怪我人を前に物騒なこと言うなよ。でも他の衛士を呼ばれたら相当厄介なことになるわよ。そうかもしんねえけど、つか身に覚えがねえのが困りものなんだけどさ、俺ってそんなに悪人なのか？大悪党よ、噂ではね。死神って呼ばれるほどなんだから。そうなのか？参ったな、たくよ。とは言っても心配なものは心配だ。特に大きな怪我もねえし、大丈夫そうか？しかし、見覚えのある顔だ。初対面だよな。俺はこいつを知ってるのか？だとしたら、くそ、ダメだ、思い出せねえ。あら、この文字確かどこかで。なんだ、何か書いて。ナンバー12、村雲。どんな？ニャーはここにいるよ。誰だ？キャッ！どうしたの突然。え、いや、今声が。ライチ殿、どこでござるか。ライチ殿、バングさんだわ。心配して来てくれたのね。とにかく一旦戻りましょう。あなたの言う通り、このエースさんもこのままにはしておけないし、話の続きは戻ってからしましょう。あの声、それにあの場所は。え、何？悪い、こいつのことはあんたに任せた。面倒見てやってくれ。え、ちょっと。くそ、なんでだ、なんで思い出せねえ。青の魔導書って何なんだよ。俺は一体何者で、何をしなきゃいけねえんだよ。それに、さっき一瞬見えたビジョン、あれは。あの女、なんて言った？ラグナ？その言葉、どこかで聞いたことがあるような。それにあいつも見覚えがある。あいつは俺を知ってるのか？だとしたら、あの女を探せば、何かわかるかもしれねえが。やれやれ、ようやく見つけたぞ。誰だてめえ、俺に何か用かよ。貴様があの死神か？手配書通りの人相、間違いないようだな。死神？知らねえよ、人違いじゃねえのか。ほら、邪魔だ、どけ。つまらん嘘をつくな、死神。私は第七機関の者だ。要件は分かっているな。悪いが、貴様を拘束させてもらうぞ。人の話聞けよ。今さら他人のふりをしても無駄だ。たとえ貴様がどこへ行こうとも、私には貴様の居所が分かる。貴様が青の魔導書を持っている以上、
即位システムはその反応をどこまでも追うぞ。またそれかよ。そいつと第七機関とかいうやつと何の関係があるって言うんだよ。関係はない。だが最強と言われる青の魔導書を統制機構に渡すわけにはいかんのでな。誰だてめえ、いきなり横から会話に割り込んできやがって。聞いていた通り鼻息が荒いな、死神。私は第七機関の九重だ。お前に二三質問したい。私の質問に答えたらお前を見逃してやろう。質問だと？なんだよ。その青の魔導書どこで手に入れた？さあな、覚えてねえよ。気づいたら持ってたし、つうか今でも本当にそれを持ってるのかすら疑ってるし。次の質問だ。その腹部の傷、反応から察するにアークエネミーにつけられた傷だな。そいつをどうやって治した？ああ？アークエネミー、あのニルバーナとかいう人形のことか。そうだ、いいからさっさと答えろ。そいつを治したのは誰だ？んなこと知るかよ。医者の話じゃ勝手に治っちまったらしいぜ。それでもまだ痛むが、これもその魔導書とかいうやつのおかげなんだってよ。バカな、アークエネミーによる傷を修復した？いかにブレイブルーとはいえ、いや、まさか。なんか大変そうだな。もう行っていいか？待て、最後の質問だ。結城テルミ、この名に聞き覚えがあるか？結城テルミ。どうした、やはり知っているのか？いや、初めて聞いた名前だ。多分な。そうか。おい、約束通り質問には答えたぞ。いい加減先へ行かせてもらうぜ。悪いな、やはりお前を行かせるわけにはいかないようだ。テイガ、今すぐそいつを拘束しろ。了解した。ということらしい。すまんが諦めてくれ。けっ、やっぱりな。だったら最初から力ずくで来やがれってんだ。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. なんなんだよ。ドラゴン！はい、デッドスパイク！おら！フライヤー！デッドスパイク！ヘリア！クライミー！クライミー！クライミー！うわぁ！カズオデイ！カズオ！ドラゴン！ミスト！あら！ドゥ！チェック！おら！あら！デッドスパイク！行くぞ！ドゥ！いてぇぞ！ドゥ！ドゥ！いてぇぞ！デイジャン！ドゥ！さすが青の魔導書の所有者なだけはある。くそ、めちゃめちゃ硬えなあんた。一体何でできてやがる。まだか心得、そう長くは持たんぞ。
間もなくだ。あと少しだけ持たせろ。やれやれ、無茶ばかり言う上司だ。しかし青の魔導書とはこれほどか。なるほど、多くのものが欲しがるわけだ。なあ、聞きてんだが、その青の魔導書っていうのは一体何なんだ。そんなに欲しがるものなのか。本気で言っているのか。青の魔導書ブレイブルーはこの世で最強の魔導書だ。それを欲しがる連中は5万といる。中には悪のために使おうとする者もな。我々の目的はそんな連中の手に渡る前に青の魔導書を確保することだ。なんだよ、じゃあ別に俺が持ってたっていいじゃないか。何を言う。お前は統制機構の支部に攻め入り、大勢の人間をその手で殺めた犯罪者だ。お前のような奴にこそ渡せるものか。言われてみりゃ確かに。かといって俺も黙って捕まるわけには。いつの間に。ご苦労だったな、テイガー。死神捕縛への協力感謝するぜ。ここのへの命令だ。貴様に協力したわけではない。ち、そういうことかよ。下手な時間稼ぎしやがって。これがてめえらのやり方ってわけか。不本意ではあるが、貴様を逃がすわけにはいかんのでな。上等だ。言っとくが、簡単に捕まるつもりはねえぞ。てめえら、俺を捕まえるつもりなら相応の犠牲は覚悟しとけよ。それでも構わねえってやつからかかってきな。ほら、どうした。かかってこねえならこっちから。ギャンギャン吠えるんじゃねえよ、みっともねえ。くそっか。部下を助けてもらった礼だ。今は殺さねえ。おい、こいつを支部へ連れて行け。拘束陣を忘れるなよ。それから念のためだ。俺が戻るまで、上位の術式が使える奴を何人かつけとけ。さてと、ここのへ。協力に感謝するぜ。どうした？何か気になるのか？ああ、先ほどの奴の言葉がな。死神の？何の話だ？マソノードの異常値と何か関係があるのかもしれんな。少し調べてみるか。あ、おい！ったく、なんだって言うんだ、あいつ。しかし、死神か。聞いてたほど大したことなかったな。兄さん。